はい、麺、えー、という映画のネタバレをしたいと思います。まあ副題がですね、えー、同じ顔の男たちってね、えー、ついちゃってるんでああもうなんか出てくる人みんな同じ顔なんだなってね分かっちゃう、まあ、ネタバレ映画ですよね。まあ、えーまあ、それだけでもね、えー 怖いのかもしれませんが、まあ、それだけだったら、まあ、コントですよね。えー、よく、まあ、志村健さんとかがね、えー、いろんな志村健になって、子供になったり、おじい、おじいちゃんになったり、おばあちゃんになったり、えー、して、えーまあ、出てくる。まあ、あんな感じなんですよね。<laughs> まあ、全然違いますけど。えー、まあね、えー、 まあ思わせぶりな感じでね、えー、リンゴ食べたりとかするんですよ。えー、そしてまあ、えー、まあそれがね、えー、問題なのかなっても言うと、それはまあ、まあ多分あんまり関係ないっていうね。えー、まあ、まずですね、えー、この映画、えー、東方かなんかで結構 大々的に公開されてるんですが <laughs>、これ、そんなでかいところで公開していいのかっていう絵作りになってまして、これびっくりするんじゃないかなってね、私もびっくりしましたけど、普通の映画の感覚で見に行くと、多分なんてものを見てしまったんだってね、えー、感じになっちゃうと思うんですよね。まあ、えー、そこまでやる必要があったのかっていうね、 え、それは、もうだからギャグなんですが、まあ、えー、なんつうんですかね、割と、えー、フォロワー映画に近い、えー、独々しさというか、えー、なんでしょうね、グロって言うんですかね、えー、そういう感じなんですよね、手が切れて、 手が切れたまんま、えー、物語が進行していったりとかね。まあ、ね、あれですよね。あの、旦那さんが、えー、スティグマで手にね、えー、手のひらですよね。手のひらに、えー、柵のね、尖ったところが刺さっちゃってて。まあ、あれですよね。キリストの貼り付けですよね。まあ、一応、あの、手のひら、えー とかに、えー、釘刺すと、えー、重みで落ちちゃうから本当は手首とかなんじゃないかってね言われてますがまさにそのように、えー、切れてるんですよね今回のねだから多分まあ、えー、その実は手首だったんじゃないかギャグまでね、えー、入れちゃってるわけなんですよねでまあ 見てて面白いかっていうと、まあ面白いか面白くないかで言うと、まあかなり不快なね <laughs>、感じだと思うんですよね <laughs>。だからまあ、えー、わざわざ見なくてもいいのかなってね、思いますけれども、ただこの映画の雰囲気とかね、えー、それから絵ですよね、がむちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんで、 えー、まあそこに騙されてしまうっていうね、えー。その前半は森の中の雰囲気で、で、後半は家の中、夜っていうね。まあ、えー、昼と夜っていうね、感じで、まあそこにこう、えー、裸の男、グリーンマンがね、出てきて、まああのグリーンマンね、最初真実の口と、それから裏はメデューサなのかなと思ったけど、 まあ両方ともね、えー、違うみたいですね。グリーンマンっていう、真実の口に見えたのがグリーンマンっていう、えー、ケルトの、えー、キリスト教が入る前からあった神であり、そして置物、石像らしいんですよね。だからそれが、えー、各地に残されていて、なんだかよくわからないっていうね、ことらしい、遺跡ですよね。で、裏に書いてあったのがまた、 えー、古代の神だと思うんですが女性をね強調してるらしいですね。私はなんか良性具有なのかなって思ったんですよね。で、メデューサーに見えたんでメデューサーだと思ってたんですがあれもまた、えー、実機のね、えー、神らしいんですよね。まあ、えー、そのメデューサーとかね真実の口とかもそこから来てる、まあ、お互いに影響してるのかもしれないんですが、えー、あの神がですね えー、最後、えー、男性にね、えー、乗り移って、えー、次々と、えー、出産していくっていうね。まあ、ここがもうギャグになっちゃってて、まあ、ちょっとエイリアンっぽいんですが、まあ、ちょっと大画面で見ると、すごいですね。あの出産に立ち会って男の人がトラウマになるっていう話はね、結構聞きますが、 まあ、まさにそれですよね。ただ、えー、今回主人公が女性なんで、実は出産シーンには別に驚かないっていうところが、まあ、この映画の、まあ、ミソなのかなってね、思いますね。そしてもう、いい加減飽きたわって感じにこうなってるんですよね。またですかっていうね。<laughs> まあ、その後ね、どうなったのか全然、えー、描いてないと思うんですが、えー 全部夢の話だったっていうことではね、ないんですよね。ねちゃんと、えー、主人公の女性のね、服とかには血がついてるし、えー、あの、車もぶっ壊れてるし、っていうことで、まあ、ちょっとね、死体とかがあったかどうかが分かんないんですけど、えー、その全部ね、妄想だったわけではない。 ってねまあ、妄想だったとしても血は出てて車はぶつかってるっていうねえー、感じなんですよねえー、まああのもともとね、えー、このオープニングからね不穏なんですよねえー、そのイギリスの田舎ですかねでまあ田舎の えー、おっさんみたいな感じでね。えー、紳士的だけど、えー、偏見、えー、偏、見、補修主義者みたいな感じで、ちょっと、えー、ギャグがね、えー、笑えないみたいな感じなんですよね。で、えー、こう、荷物をね、こう、 運んであげましょうかって優しく言うんだけど、人、その、彼女が見てないところでは汚い言葉を使うっていうね。なんかやばいやつだな、こいつはっていうのがね、えー、出てるんですよね。で、えー、次に出てくるのが、まあ、えー、神父さんですよね。まあ、その前に子供が出てくるんだけど、この子供がまたね、えー、普通に罵倒するっていうね。<laughs> 子供だからといって、舐めてると、えー、罵倒されるっていうね、そういう。まあ、この子供が一番ね、えー、直接的に、えー、主人公をね、えー、攻撃、言葉で攻撃し,してくるっていうね。言葉とあと物理的なこのカラスとかお面とかで,ですね、えー。物理的に攻撃してくる感じ。もちろんこう、えー、主人公に害を与えるとかではない 肉体的に害を与えってわけではないんですが、まあ、割と、えー、物理的にね、えー、主人公を痛めつける、えー、感じなんですよね。そして、まあえー、神父さんですよね。神父さんがまた悪そうなんですよね。<laughs> で、なんか、いきなり太ももを触ったりとかしてね、えー、まあ、キャバクラとかね、銀座のクラブみたいになっちゃってるんですよね。もう、あれだけで、ぞーっとね、えー、しますよね。 で、まあ、まあ、で、とどめはあ、あの、バーですよね。バーの雰囲気は最悪でしたよね。そして、まあ、えー、そこに集ってる男たちも最悪だったんだが、まあ、結局、その警官が一番最悪で <laughs>。<laughs> あの、グリーンマンをね、えー、裸の男は釈放したよんとか言ってね。<laughs> なんかね、えー まともな人はい,いないのか、この村はって。まあ、まともな人はいないんですよね。あの、警官の女性ぐらいですかね。あの人もなんか、えー、ちょっと、車にね、えー、乗せるの嫌だなって感じで、自分のことしか考えてないっぽいですけどね。多分、だから、庭の水ホースとかで洗ったんでしょうね。多分ね、あのグリーンマンをね。えー、でも、匂いが落ちるかってちょっとわからないと思うんですよね。まあ、そんな感じでね、えー まあ、田舎、都会者が考えるね、田舎は見た目だけはすごくいいんですよね。その家とかね、それから空気感とか、それから森とかね。だけどそこに人がいると怖いっていうね。それはもう日本の村もそうですよね。本当いい大自然なんだけど人間関係最悪みたいなね。逆に、え、ー その村人の方が、えー、都会の人間関係よりも辛いっていうね、ことは、まあ、よくあると思うんですよね。人間が多い、少ないの問題ではないっていうね。えー、そういう感じの、えー、村人ホラーって、ね、村ホラーってやつですよね。えぇ、ー、まあ、だけど、まあ、最後のインパクトがすごかったですよね。映していいんだってね、思いましたね。まあ、 うーん、あんまり結構ね、人入ってたんですよね <laughs>。そんな、あんなに大人数で見るような映画じゃないんじゃないかなってね <laughs>、えー、思いましたね。まあ、ちょっと調子に乗っちゃった感があるんじゃないのかなってね、思いました。